焼きハマグリのハマグリを仕込みたいと思います。今回もう、こうやって、ここからですね、入れるだけです。本当に、硬いですけど、押してあげる。で、ここの柱。で、さらにここ、木の右と左にね、両方に柱がついてますんで、そうするともう、完全に、ここの部分ですね、取れます。で、反対側を、柱を、取ります。そうすると、こうやって、木で、見てますね。で、もう、砂も噛んだりするのでね、綺麗に、洗います。で、こちらの貝を使って、焼いていきますね。はい、じゃあ、続いて、ハマグリを焼いていきたいと思います。先ほどの、こちらは今、そのまんま、この状態で、今、まあ、バーベキュー状態。完全になってますから、それを繰り返したりと思います。今これ、繰り返して、こちらの汁が全部、こぼれちゃった、思われるんですけど、ここにガチが逃げてるわけじゃないですね。安心するみたいな。これで、汁っていうのはしょっぱいだけなので、このしょっぱいまず、汁は拭いちゃって、構わない。これも、先ほどの、豪快な、甘焼きにします。